皆さん、こんにちは。木村拓哉さんが6月16日に更新したインスタグラムで、出演中のドラマ「Believe 君に架ける橋」のクランクアップを報告しました。これまで木村さんの身長をめぐってたびたび話題になってきましたが、今回共演者である斎藤工さん、一ノ瀬颯さん、天海祐希さんとの4ショット写真、天海さんとの2ショット写真を投稿したことにより、再び身長問題についてツッコミの声が上がってしまっているようです。調査したのでご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。芸能タックル。4月25日から放送が開始したテレビ朝日開局65周年記念作品 Believe 君に架ける橋で主演を務めている木村拓哉さん。今作で木村さんが演じるのは、大手ゼネコンに所属する建築士狩山陸。橋作りに情熱を燃やす主人公が刑務所に収容されるという困難に見舞われながらも希望と再生の道を模索するストーリーで、同曲系 DG 身辺警護人シリーズを手掛けた豪華夫人が再集結し、木村さんとは TBS 系グッドラックフジテレビ系エンジンでタッグを組んだ井上由美子さんが脚本を手掛けています。6月16日、木村拓哉さんは自身のインスタグラムを更新し、 Believe 君に架ける橋のクランクアップを報告しました。先ほどクランクアップさせていただきました。現場のみんな、信じられる存在でいてくれてありがとう。駆けつけてくれた3人、おかげでめちゃくちゃ笑顔で現場にいられました。本当にありがとうございました、と感謝のメッセージを綴った木村さん。木村さんは共演者である斎藤工さん、一ノ瀬颯さん、天海祐希さんとの4ショット写真、天海さんとの2ショット写真も合わせて投稿していました。しかしそこでも例のネタに再びツッコミの声が上がってしまったと、スポーツ紙記者が語ります。木村さんの身長についてですね。木村さんの身長は高渉176センチですが、それより低いのではと常々言われてきました。共演者の天海さんの身長は高渉171センチですが、実はそれより1、2センチ高い逆サバ読みも指摘される人物。ツーショット写真ではわずかに木村さんが大きいように写っています。これまでたびたび話題になってきた木村さんの身長サバ読み疑惑ですが、これをめぐっては先日4月21日に Believe 君にかける橋公式インスタグラムにアップされた共演者である斎藤工さん、上川隆也さんとの横並び写真により、高渉176センチメートルの身長を疑問視する声が相次いでいました。中央に主役の木村さんが立ち、その両側に斎藤工さんと上川隆也さんが並んでいるのですが、ほぼ同じ位置に立つ木村さん、176センチメートルよりも上川さん、高渉175センチメートルの方が数センチほど高く見えてしまっていました。これにコメント欄には、木村さん175センチって嘘だよね、170にもないな、167ちゃう、身長をビリーブできないのほんまくさ、シークレットシューズ忘れちゃったんじゃん、見え張らずにサバ読まなくて正しい身長出せばよかったのにね、などと書き込むユーザーが多く見られました。これに対し霜降り明星の粗品さんが自身の YouTube チャンネルにて、最近の SNS ニュース切った一人賛否と題した動画を公開し、木村さんの身長について、遠近法やバカタレ、あのキムタクやで、なんやったら低めに申告しとるわい、ほんまは177やあの人、とネット上の声を否定。続けて膝の折れ具合とか腰の反り具合とかでもう見え方変わるし、写真なんかなんぼでも変わんねんから、彼の身長について詮索するのはもうやめましょう、などとし呆れるような顔を浮かべました。しかしここで粗品さんは、ただと主張を一変させ、
俺が一回フジテレビで挨拶無視された時に、この距離でキムタクと目合ったけど、そん時の俺の首の角度が、せいや、と、目合ってる時より下やったなぁ、というエピソードを披露し、相方のせいやさん、身長163センチより、低いのではといじったこともありました。また、木村さんには、身長163センチ説、というものが広まっており、仮に本当だったとすると、約13センチメートルもサバ読みしていたことになります。木村拓哉さんが身長163センチメートルと噂されている理由は、実際に会ったことがある方の口コミ。元スマップメンバー中居正広さん、165センチメートルとの身長差が主な理由とされているようです。芸能タックル。とある掲示板には、自分の友人のダンサーが木村拓哉と仕事して、びっくりするほど小さかった。自分、165センチメートルより2、3センチメートルは小さかった。と言ってました。私の身長が177センチメートルです。以前仕事でキムタクと会ったことがありますが、彼は私より10センチメートルほど低かったです。という声が上がっていたようで、実際に木村拓哉さんと会った方の中には、身長160センチメートル台と感じる方も、少なくないようです。このようなことから、今回木村さんが投稿したオフショット写真について、ネット上でも、身長のことがあるから座りショットなのかな。皆さん気遣って座ってる。しかも同じ段には座らない。座高バレちゃうもんね。など、木村さんの身長に対するツッコミが多く集まっていました。さらに、天海祐希と会話するとき、全体は映さず胸から上、木村がだいぶ高くなるように映してた。もっと他に役作りすることあるでしょ。と、撮影時にも木村さんへの配慮があったのではないかという指摘も。ドラマで木村さんと天海さんは夫婦の設定でしたが、こちらに関しても夫婦には見えないなぁ。インスタ見ましたが、やはり天海祐希さんは奥さんではなく友達みたいに見えてしまうといった違和感の声も相次いでいます。この他にも、木村拓哉を主役にした脚本を書くということがどんなに難しいかがわかるドラマだった。ドラマに出るなとは思わないけど、演技的に50代の脇役が無難だと思うといった声も聞かれています。いかがでしたでしょうか。テレビ朝日開局65周年記念ドラマとして鳴り物入りでスタートした今作品、初回視聴率こそ 11.7% と同シーズンドラマの中でトップの滑り出しを見せるも、その後は下がり続けているようです。今回最終回を前に、主演俳優である木村さんがクランクアップの報告をしたものの、一部からは冷めた反応もあったりと、様々な課題を残す作品ではあったのかもしれないですね。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録・高評価もぜひお願いします。それではまた。